勇者パーティーめ、魔王に全員やられよって。くそ、勇者の剣を抜いた者は魔界に入った途端土砂崩れで亡くなったとか言い出すし、土砂崩れを起こしたのは村人たちだとか言うし、それに巻き込まれた盾の4人だけ生きて帰ってくるし、あんなしょうもない盾を使った4人だけが生きて帰ってきて、それで魔王を倒しに行ったが全員やられた。どういうことだ。最悪じゃ、もう世界は終わりじゃ。スタスタスタ、サンチャサンチャ、ああジャイアントシロタ、サンチャこんにちは。ああこんにちは、サンチャサンチャ、ジャイアントシロタ、お腹空いてるかい。サンチャ空いてる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 。ああよかった、今日もジャイアントシロタのためにいっぱいご飯用意してあるからね。米15ぐらいは食えるかい。サンチャサンチャ、ジャイアントシロタ最近衰えてきた、昔のようにいっぱい食べれない、でもいっぱい食べれるジャイアントシロタ、カツカレー特盛り食べれる。ああそうか、一般的に欧米ぐらいになったんじゃな。サンチャ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 、ああ可愛いのジャイアントシロタ、じゃあ食べにおいで。村長、あれ村長なんだか元気ない。え、ああ勇者パーティーがやられてな、世界はさらに混沌に陥られる。新たな勇者が見つかればいいんじゃが、勇者の剣を抜いた者が土砂崩れにあって、勇者の剣ももう土砂の中でどこかわからんのじゃ。それも誰が抜けるかわからんし、もう世界は終わりなんじゃ、積んだんじゃ。村長、村長が悲しむ顔見たくない。ジャイアントシロタ、村長村長、僕村長助けたい。村長助けたい。ああジャイアントシロタ大きくなったな、昔はあんなに小さかったのに。村長村長、お君は誰じゃ。ノラジャイアントシロタ。ノラジャイアントシロタか、うん、ご飯食べるか。うん食べる。一合ぐらい食べれるか。2粒、米2粒。村長村長、米2粒か、分かった用意してやろう。村長村長、村長村長、大きくなったなジャイアントシロタ。村長待ってて、ジャイアントシロタ用事できた。用事、うん。スタスタスタ、な、なんだお前は。いっぱい食べれるジャイアントシロタ。ジャイアントシロタ誰だ。お前が魔王だな。確かに俺が魔王だ、だがフードファイターのお前に何ができる。お前なんかにやられる魔王ではないぞ。いやバタ強いやん。僕の大切なチャネリネット、チャネからもらったチャネリネット、とても大事にしてたのに壊れて出ないチャトがある。どうしようどうしよう、あちゃちゃちゃねちゃちゃちゃねちゃおちゃおちゃ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 ねちゃちゃちゃねちゃおちゃおちゃ。